ミゲル・トーレス・ゴメスは、スペインの元サッカー選手。スペイン、マドリード出身。現役時代のポジションはディフェンダー。2006から07シーズンのコパデルレン4回戦、ファーストレッグ対エシハ戦で、レアル・マドリードのトップチームにデビューを飾る。また、UEFA チャンピオンズリーグのアウェイの FC、ディナモ・キエフ戦で、センターバックとして、同大会でのデビュー戦を経験をした。 レアル・マドリードは2006年の年末からサイドバックの相次ぐ怪我に悩まされており、本来のポジションはセンターバックではあるが左右のサイドをこなせるミゲル・トーレスをカペロ監督は徴用した。このことは彼のリーガー・エスパニョーラでのデビュー戦を早めることとなった。トーレスはリーガー第18節サラゴサ戦で一部リーグデビュー戦とは思えない落ち着いたプレーを披露しフル出場を果たした。 以後は一貫してスタメン起用され続けた。左サイドを駆け上がり、中のファンに捨てるローイの足元にピンポイントにクロスを上げ、ダイレクトボレーをゴールに叩き込んだシーンは非常にスペクタクルであった。すでにカペットをしてマドリーの至法とまで言わしめた。ちなみにこのシーズンのレアルマドリードカスティージャでは基本的に左サイドバックで起用されている。2008年2月、 イングランド U-21 代表との親善試合のためスペイン U-21 代表に招集されスタメン出場した。その後も U-21 の試合には全試合出場している。2009年8月31日、遺跡史上最終日にヘタフェ CF への遺跡が決まった。5年契約で遺跡金は200万ユーロである。 最初の2年間はレアルマドリーに優先的な買い戻しオプションが付加される契約となっている。ありがとうございます。